相手は金星さんということですか。いかがですか。ぜひ勝ってガリガリチャンピオンの顔を実勢そう思ってます。金星さん相手はお世話になりました。僕すごい恩義とか感じちゃうタイプで、うん、それは若いさんに一回なんか吉野家、ガスト、花丸丼の三者合同提起権で花丸丼のかき揚げをおごってもらったことが手抜いちゃうかもしれないな。食べ物飲んでガリガリチャンピオンにするのしというわけで、お題が先ほど出たベテラン漁師は海を出るだけ嵐がどうか分かるみたいなのが、繁殖期ではこんなものがスタートです。作者はワンピースの結末が分かる。ああそうだろう。おはよう、キーセイさん。お医者さんは患者を見るだけで今日ちょっと調子悪そうだなって分かる。調子が悪いから来てる患者は。2人とも言わなくていいこと言ったらさ。川崎麻世は特に女性のフェロモンを嗅ぎ分けられる。嗅ぎ分けた結果があれだった。バイトルの社員は全員バイトで働けばいいと思う。めちゃくちゃだね。30秒です。はい、はい、金星さん。本当にそうなんですけど、お医者さんだけがカルテを出せる。辞書。超ベテラン漁師は新鮮な魚をスーパーで見分けることができる。少し知識があればできるかもしれない。勘とかじゃなくて。お世話さんは出さない。では次のお題です。カレンダーに何かを書き込んでいる少年が何かを言っているという成功だ。カレンダーに何かを書き込んでいる少年が何かを食べているという意味です。さあスタートです。そうか、7日周期だ。自力でたどり着いた。はい、金星さん。来週まであと1週間だ。今まで何だと思ってそれを飾ってた。365日で730日で2歳増えるんだ。だんだんと年月の概念を獲得しつつある。お世話になった。予定キャンセル。言ってるかもしれないけど。
っちゃうな。今日のところに書き込んだ日めくりの体正しいことに予定キャンセルが今まで出た一番賢いんだよな。さあもう残り10秒切りました。さあラスト1投になるか。はい、はい、金星さん、今日もカレンダーにペリー差し上げます。スーみたいにめくることめくることを差し上げるって言ってるの終わるいけない。相手はお世話ばかりさんの面白かった方、拍手お願いします。勝者お世話係。